どうも、こんにちは。ママからです。パパです。ママからです。いつもご視聴くださって、本当にありがとうございます。ありがとうございます。アーティストはですね、ワンオクロックです。結構このバンドはですね、結構人気でございます、日本で。ね、このバンドの情報は少しだけ皆様に。ぜひ教えてください。まあバンド名の由来なんですけど、最初に結成した当時にあの練習スタジオにまあちょっとね高いからって言って、まあ、一番安い時間帯、深夜パックとかで入ってたっていう、まあそういうとこから来てるみたいですね。そうだよね。それぐらい入ると安くなるよね。うん、でそういうとこからまあワンオクロック。ね英語だとねワンオクロックって言うんだけど、ワンオクロックね。うん。クロックを、まあ、OK とクロックに分けてワンオクロックっていうように、うん、だみたいですね。そうですね。今日聴く曲は Wherever You Are っていう曲でございます。はい、はい、早速聴いてみたいと思います。はい、Let's go!ゆっくりだけど、なんかロックだけどゆっくりっていうか聞きやすい。うん、
このメッセージね、あの歌のメッセージもまたすんごい素敵だし、うん、余計なんかみんな好きになっちゃう、うん、多分主にね女性が絶対やられちゃうと思う。これね。いやめっちゃいい本当に。超懐かしい。うん、泣いちゃう、うん、うん、ママクララ、はい、ということでね、ワンロックロックの、Wherever You Are っていう、曲でございます。どうでしたでしょうかパパ。もうね涙がねめっちゃ出てくるんだって、本当に。うん、もう感動してしまうんですよ。もうあのね、あの初めて聞いた曲わけじゃないんですけれどもね、結構ねやっぱりこの日本の国内でも CM とかラジオとか本当によく聞くし、すごい人気なんですよこの曲って、うん、でやっぱりねもうあの再び聞くとね、もう本当にこの歌詞のね、意味が本当に胸にねあのぶっ刺さって、うん、そして感動してしまってうん、だからこそねすごい海外の人とか好きだと思う。英語の歌詞も入ってるから、てか英語の歌詞が多いからね、そうだから海外の人もまあちょっとは聞きやすいんだな。そうそうそう、すごい分かりやすいと思うし、あとねやっぱりねその、 あの歌のね、メロディーがまた綺麗なんだよね。ロックなんだけどね、さっきも言った通りに聞きやすいんです、すごく、うん、だから、ね、まあそんなにあのロックっていうかね、まあそう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 、あのもうちょっとね今ゆっくりした曲調だからかな、うんうんうん、そうそうそうね、いやーちょっとねまあ心が重たくなっちゃったわいやーやれちゃったみたいな感じで寝る前にはちょうどいいかなって感じで、なんかね聞くにはすごいなんかねリラックスできるっていうかさ、なんかいい雰囲気でみたいなどう？そうだね、やっぱり、うん、このまあ、ちょっとゆっくりした曲調だけどね、うん、まあすごいあの耳に入りやすいっていうか ねそうだよね、はい、と、うん、いうことでね、ワンオクロックの、Wherever You Are っていう歌です。はい、はい、ママクララ、最後までご視聴くださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。動画ももしよかったらいいねとチャンネル登録お願いします。ではまた見てね。バイバーイ。バイバイ。めっちゃ泣いてた。めっちゃ涙出てた。登録してね。